皆さん楽しみにしておいてください。3B 分かりましたら教えてください。美容師ダメ男ランキングなのか分かんないけど美容師、バーテンダー、B ボーイ。B ボーイ結構早かったですね。早かったです。めっちゃ早かった。ちょっとそれぐらいのとこまでいっちゃっていいですね、はい、もうかなりマックスまで、今時短でやっていくので1時間半で今日もやっていきたいと思います。今日もそうだったんですけどカットしてブリーチしてカラーで1時間半でちょっと今日やっていきたいと思います。結構むささびれるとシミないんですよね。だ結構それもまあ僕自分で実験してるんですけど入れるとでそれ取り留めていないと痛いわで、てかあんまつけない方がいいと思うね。元にメンズも剥げるあんまりやるとハゲはしないけど結構やばい。全然しみないですか？大丈夫です。全然大丈夫です。はいで今毛先も伸ばしております。もうちょっとかな。シャンプー台ってあるのフィリピンに？そのシャンプー台はちゃんと台はあるんですけど水ですでなんかシャンプー台ってかなんかまず椅子が普通のなんか丸い椅子でそこに座ってなんか頭だけそのすごい硬い。なるほどね。痛いし無理やり作ってる感じね。痛いし冷たいしもうなんかフィリピンのシャンプーも嫌いなものないぐらいなんか本当に嫌な時間ですあれは気持ちよくない？全然気持ちよくないです。ひどいひどいあれはひどい。日本のシャンプーとかもすごい大好き。寝れるじゃないですか。そうだね。すっごい楽だし。確かに。そう比べるとね、やばいよねきっとね。シャンプーいい匂い。一番さ帰りたかったのはどういう時？一番帰りたかった。帰りたいなと思っちゃった時なかったですか？行ってる間。あ、フィリピンでですか？そうですそうです。はい。留学してて、まあ5ヶ月留学だったんですけど、まあ。1ヶ月目、2ヶ月目が一番帰りたかったですね。なんかまだ帰るにも時間があるけど、でもまだ頑張んなきゃいけないし、そうですよね。1日12時間ぐらい勉強してたんで。あ、そんなにしてたんだ。じゃあちょっとホームシックにもなるし、なりますね。ちょっとね、そういう部分でやっぱちょっとあれだったのかな。日本語禁止の学校だったんで、ずっと英語で喋ってて、なんか。日本人もいたんですか？日本人もいました。でもなんか日本語喋ると罰金取られちゃうとか。ああ、すごい徹底してますね。あと平日外出禁止とかそういう感じのところで。外出禁止？危ないからですか？あ、もう勉強するために行ってるから。ああ、徹底なんだ。すごいねそれ。外出禁止とか。それ結構きついね。めちゃめちゃきついです。結構スパルタ。しかも結構雨降る地域だったんで。なんかね。2ヶ月で日光浴びれたの4回とかなんかすごいずっと雨だったり、あとはまあ晴れでもそれは平日だったら外出れないから。ああ、そっかほとんどじゃ晴れに合わないんだね。そうですね。それきついな。きつかった。人間なんか日光浴びないと本当に精神を病みますね。いや、病みます本当に。毛先なんか赤い色入れてた？いや、なんかそれマニパニの青入れててなんか赤が出てきたけどそう赤になったんですマニパニの青入れたらなんか最初青だったんですけどなんか気づいたら赤になってて。はい、お疲れ様。なんでですかね。すごいびっくりしたんですけどね。なんかいやちょっとこれは謎の感じだね。あ、謎なんですかね。びっくりしちゃった。え、赤。あ、でもその染料作るのにもそういう色入ってるんで。そうです。そういう風に組み合わせて色って作ってるから。あ、なるほど。その辺の色が出ちゃうんですよね。あ、そうです。残りやすい色っていうのがやっぱあるので、染料の入る位置とかも違うし、それによって抜けやすい部位、抜けづらい部位っていうのがあるから、どうしても残りやすいところは残っちゃう。基本的に赤くなりやすいですね、大体塗っていくと。はい。なんか青のメッシュから最初金となんか茶色っぽいメッシュで、なんか普通のド金髪で次茶色と金のメッシュみたいになって、でその後に茶色と青のメッシュで次に茶色と赤のメッシュみたいに自動的になって、で今なんですけど。なるほど、そうなんだ。いろいろ楽しかったね。色落ちも楽しかった。いろいろ遊びましたね、それを。なんか毎週そのブリーチだけしに行くお客さんもいないから、なんかすごい歓迎してくれて、なんかご飯食べるみたいな、なんかそこでなんか買ってくるけどみたいな言われて、お昼ご飯食べるみたいな言われて買ってきてくれて。時間もかかるしね、時間もかかるし、ブリーチするの。そうそうそう。いいんですかって買ってきてくれて、優しい。で普通にそのお昼ご飯のご飯代出す、その子に渡そうと思ったら、いいからいいから。マジで？そうなんだ、めっちゃいいじゃん。私も結構その人たちとよく喋ってたりとかしてたから、すごい気に入られて。あ、そう。またフィリピン来る時言ってね。あ、そうなんだ。すごい歓迎してくれた。フィリピンの人すごい優しいんですよ。あ、優しいんだ。優しい。あ、いいね。やっぱそういうの。そういうのいいね。そっか。じゃあ暖かい国ですけど。それめっちゃいいよ。そうだね。海外行ったらみんな意外とね、本当に優しくていい人多いからね。まあ抜けてきたといえどもまだまだね足りないんですが、まあなんせ1回ですからね、もうちょっと様子見ますけど、まあこんな感じかな。もうちょっと毛先多分ビビっちゃうから、ビビるっていうのはチリチリしちゃうんですね。まあ5分で流しましょう。そして型を入れて1時間半。結構ね毛先赤っぽいのがちょっと気になるんですけど、なんかちょっと、ね、赤いのが残っちゃってるんですよね。そこが気になるかな。はい、では塗っていきます。サイドはマニパリング使うんで、とりあえずですね、どうするかというと、はい、今日は毛先から塗ります。はい、毛先塗っちゃいます。で、毛先ついても大丈夫なように毛先先にブロックしちゃいます。どんどんやってるからあっという間に終わっちゃう感じになるんですけど、なんか全然来てすぐブワーって始まっていいでしょ。テンポ。はい、毛先をしっかりつけます。あとは先に毛先塗ると方法としては手一回拭かないとダメなので、根元から塗るとそれめんどくさいんで、明るい方から塗っていった方がいいので毛先から塗っております。ただ手拭かなくてこのまま根元でいけちゃうので、はい、結構たっぷり塗った方がいいのでちょっと多めに塗りますよ。ここはハケで塗っちゃっていいので。むしろコームで塗っちゃうと、ベースはコームで作りますけど、ここをハケで塗らないと結構ムラになっちゃうので、根元ちょっとねこっちつけますからね、いいですか。はい、今度は根元塗ります。中間は、ちょうど、かぶさった感じで中間はいいと思います。冷たすぎるからあれ。フィリピン何？フィリピンのシャンプーじゃない。フィリピンの男冷たすぎる。あ、じゃあ男じゃん。男って聞こえた。はってな。フィリピンの人と付き合ってたのと思って一緒に。全然。フィリピンの男って聞こえた。フィリピンの男はわかんないです。情熱的かもしれないし。フィリピンの男。フィリピンにゲイが多かったですよ。非常に。そうなの？うん、非常にゲイが多かった。ゲイ多いんだ。うん。そうなんだね。それはなんか日本とやっぱ違うところですよね。なんか普通に。確かにそうですね。男の人同士が手つないで歩いてるとかすごいいっぱい見るんで。なんかもう日常、まれとかじゃなくて日常で。あ、そうなんですよ。やっぱり美容師ってモテるんですか？美容師はね、そんなもモテる人はモテると思いますよ。結構。なんか 3B って聞くじゃないですか。美容師、バーテンダー、なんだっけな。それダメな男ランキングじゃんそれ。え、そうなんですか。え、わかんないけど。あ、そうなんでしたっけ。そうじゃない。モテるやつじゃ。付き合っちゃダメな男ランキングじゃないそれ。それそうだよ。あれそうなんですか。え、でもなんかってことはモテる、まあそのっていうあれなのかな。そう。なんかでも美容師の人モテそうだな。結構イケメンの人意外といますからね。やっぱり美容室の中で付き合ったりとかそういうのがあるんで、結構そういうので結構みんなありますけど、え、じゃあ美容師だったら社内恋愛はあるあるなんですか？結構あるみたいですね。僕全くモテないんで本当何もなかったです今まで。え、あの人とあの人付き合ってたのって後で辞めてから聞かされるみたいな結構意外とみんないろいろあって、やっぱなんか全く僕みたいにない人もいるけど結構ある人はあるんですよ。美容師同士ってことなんですね。そう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 。お客さんじゃないんだ。いや、お客さんもあるよ、モテる人とかは結構あれよ。なんか多分結構すごいさ、結構イケメンの人になったりするからさ、あれ困るんだよね。結構困るんだよね。でもね、俺ね結構ね女性、ずっと女性しか担当してなかった、されたことなかった人とか、別に異性として気にしないで担当されるからいいって言われる。ああちょっと悲しいけど友達みたいな感じ。そうそうそう、だからそんなに男としてじゃない感じで担当できるから、初めて男の人なんですよねって言われる時ある。あ、そうなんです。そうそう、それで指名になったりとか。だからね、あんまりかっこよすぎるとちょっとそういうところで女の人もそこに行きたいけど、ちょっとあの人かっこよすぎて気使うからっていうのがあるから、まあある意味ちょっとかっこいいかブサイクの方がいいと思う。いや本当に、いやそれこそすごいかっこよかったらそのなんつうのキャーキャードキドキしながら行く人もいると思うけど、そんな長続きしないんじゃないかな。飽きるでしょ多分。さ、多分ちょっと嫌なとこ見えたりとかさ、待たされたりとかさ、待たされたり、まあわかんないけど。でもなんかそうか、自分のもし好みの人だったら自分のなんか要望を言えなそうでしょ。そう、だからそこはあんまりそんなかっこよくない方がいいんだよ。ブサイクぐらいの、ブサイク崩れてるぐらいの、崩れてる。ちょっと横塗ります。バーテンダーはやっぱモテるのかね。バーテンダーモテそうですよね。なんか話聞いてくれるし、自分の好みのお酒ついて、そうか、そういうお話聞いてくれるもんね。話聞くの上手い人って思ってそうじゃん。ビーボーイ。ビーボーイ。絶対違う。ビーなんだっけな。なんだっけ。ビーなんだっけな。バーテンダー、美容師。なんだろう。バーテンダー、美容師。なんだ。はい。なんだ。全然覚えてない。なんだろう。バリスタだったりしてコーヒー。ああ、まあバリスタもモテそうだけどバリスタじゃない。じゃないですよね。なんかそれちょっとピンとこないです。あれじゃない？すごい狭すぎるじゃん。確かに。バリスタじゃないだろう。なんだろうね。B。調べていいですか？うん、それあ、そうね。今背中ちょっとこれ塗ってから。ああ、わかりました。B なんだろうね。B 美容師、バーテンダー。部長部長ね、いまいち部長のイメージってハゲてるイメージ。確かにいまいちじゃないかな。弁護士。いや違うな。あー違うまあモテそうだけど弁護士。弁護士はモテるだろうけど弁護士じゃないだろう。やっぱ B ボーイじゃない。 B ボーイですかね。 B ボーイ、 B ボーイなんかな。美容師、バーテンダー、B ボーイ。 B ボーイかいきなりなんか職業なのか B ボーイって。 B ボーイ、 B ボーイ。はい、ではこれで、皆さん、左右はマニックパニックで、ミスティックフェザー、それからニューローズ、これをサイドに入れました。でこれで時間を置いてから流すということで、じゃん、はい、時間内に終わります。15、1時間半でギリいけます。ちょっと今サイド時間かかっちゃった。はい、ちょっとブリーチ時間がねちょっとかかってっちゃったんで、ちょっとギリギリかなって感じですがいけます、これで。ということで仕上がりを皆さん楽しみにしておいてください。3B 分かりましたら教えてください。美容師、ダメ男ランキングなのか分かんないけど美容師、バーテンダー、 B ボーイ。b ボーイじゃなくて、そこがわかんない。バリスタ？バリスタ？ビジュアル？ビジュアル関係？ビジュアル系バンド。あ、バンドマンだ。あ、バンドマンだ。バンドマンですね。バンドマンだ。ビジュアル系の V でちょっと近づいて。そう、バンドマンだ。バンドマンだ。もうね、どう考えてもチャラそうバンドマン。なんかクソ野郎しかいない感じですね。僕もやってほしい。バンドはね、なかなか難しいですね。クソ野郎しかいない。クソ野郎2個やってたことも止まってますね。はい。なのにもかかわらずモテないっていうこのね。はい、そういう人もいます。今ちょっと適当にちょっと見せますね。初、こんな感じ。おお、あ、すごい。どう？毛先ちょっと明るくして、毛先の方ちょっと明るくして、結構良くない？うん。くすんでるし、ああいい感じです。うわ、すごい。結構いいし。こんな感じが。わー。はい、1時間でできます。で、後ろを見せます。はい、どうぞ。はい。後ろ見える。どう？お、すごい。これぐらい。毛先。可愛いでしょ。うん、可愛い。ちょっと明るい。ここら辺もちょっとこうなんか、なんだろう。ちょっと明るくしてみたりとかして、そうなんで結構いい感じになるんですよね。すごい綺麗な髪。そうなんですよね。耳をかけると中に紫が出てきて、ちょっとこっちは赤がある、赤が出る。そう、遊び心満載。すごいいい感じ。遊び心満載。そうです。あっという間に。結構早かったでしょ？早かったです。めっちゃ早かった。そう。半分の時間やってますからね。とりあえずもいい感じじゃないかな。15分で10分から10分で切っても簡単にこう使えば。はい。なかなかいい。そこそこいい。すごい。なんかこの髪私しかいないですね、絶対。東京行ってもこの髪色と。そうだね、いやすごい。この感じが最後。ちょっとさ、耳さ、これ実はかけれるじゃん。ここのさ、こう見えるじゃん。この結構軽くしたマジックポイントのところが効いて、そしたらさ、ここのところさ、あ、なんかちょっと色違うみたいな感じになるよね。おしゃれー。おしゃれー。よかったですね。うわー、すごい。後ろすごいいい感じだ。ちょっともう一回見てみて。あ、本当だ。毛先薄くて、色明るくて。なんかちょっとフィリピンの色が出てきたんでね。ああ、いい感じに。そう。いい感じに。結構抜けないからね、その塩基性からかマニキュアかわかんないけど、そういうのって抜けない。これちょっといい感じに出てきた。すごい。いいコントラストだ。